こんにちは、セイラです。皆さんは島野と聞くと何を思い浮かべますか？自転車ですか？釣り具ですか？そんな島野は現在、自転車部品で世界シェア1位を誇っています。島野とは？島野は現在、自転車界のインテルと呼ばれています。これはパソコン用の部品で成功したインテルのように、シマノが自転車向けの部品の製造で成功したということを表す言葉です。シマノはもともと1921年に大阪にシマノ鉄工所として誕生しました。そして1970年には釣り具の製造を開始。1991年には現在の社名であるシマノに変更し、自転車用部品の生産に一層力を入れることで大きな成長を遂げました。現在は売上の8割ほどを自転車の部品が占めており、シマノにとって自転車の部品が生命線であることがわかりますね。シマノは世界トップ。そんなシマノですが、自転車部品の中でもスポーツ用自転車部品において世界で8割以上のシェアを占めています。またママチャリなどの変速機付き自転車でもシマノの部品が使われることは多く、ここでも7割のシェアを誇り、他を大きく突き放しているのです。日米欧で作られる高価格帯の自転車部品のほとんどがシマノのものなのだそうです。ではシマノの強みはどういったところにあるのでしょうか。シマノの凄さの一つに高品質で低価格な点が挙げられます。これを実現しているのが長年培ってきた精密冷感鍛造という技術です。これは金属を常温のまま圧力をかけることで加工する技術です。この技術によって原材料を使用する量を最小限に抑えられるといいます。また熱を加えないため加工の精度も高くなるのだそう。これがコストをかけずに高い精度の部品を量産できる秘密なのです。また国内の自転車需要が減ることを見越し、海外にいち早く進出したこともシマノの成長を後押ししました。これにより1980年代にアメリカでマウンテンバイクブームが巻き起こった際、シマノはいち早くその波に乗ることができたのです。自転車の部品を自社で人揃えにして提供するコンポーネントを行っている点も他社が太刀打ちできない理由です。現在でもシマノの他にはイタリアのカンパニョーロ、アメリカのスラムにしかできないそう。インテルもパソコンの品質を維持するため、製造業者の方がインテルの規格にパソコンを合わせると言いますが、自転車も同じようにシマノの部品に自転車の規格を合わせると言います。シマノの部品を使用していないと自転車が売れないのだそうです。これがシマノが自転車界のインテルと言われるゆえんです。確かに多くのメーカーの自転車の部品にシマノの文字が刻まれていますよね。シマノのライバルとは？シマノの自転車部品は同じタイプのものは新規参入は難しく、業界内でも敵なしと思われてきました。しかし大きなライバルが現れたのです。それが電動アシスト自転車です。シマノが提供するのは機械式変動ギアと呼ばれる部品ですが、電動アシストの場合は別の部品が必要となります。でもスポーツ用の自転車には関係ないんじゃないのと思われた方もいるでしょう。しかし近年ヨーロッパなどを中心にスポーツ自転車にも電動アシストタイプが普及し始めているのです。またシェアバイクの普及も今後シマノの売り上げに影を落とす要因となりそうです。中でも中国では利便性の高いシェアバイクを交通手段の代わりに使う方がかなり増えているそう。日本でもシェアバイクを見かけることが増えましたね。これにより自転車を購入する人が減ると、さらにシマノの自転車部品の売り上げが落ち込むかもしれません。シマノの未来。ではシマノはこのままずるずると売り上げが落ち込んでしまうのでしょうか。この点についてはそれほど心配しなくてもいいのではと楽観的に考えている方も多いようです。自転車は高価格帯のものでも自動車などに比べると安価なので景気に左右されにくく、逆に給料が下がったから車はやめて自転車通勤にしようなど不景気の時こそ需要が伸びる可能性も秘めています。またシマノは元々の研究開発力や技術力が高く、電動アシスト分野においても現在開発を進めています。今後その開発が花開く時がやってくるかもしれません。これらのことから一時的に落ち込んでもまた回復する時が来ると見ている方が多いようです。
よく名前を耳にするシマノですが、そんなにすごい企業だったなんて知らなかった方も多いのではないでしょうか。新しいシマノの戦略に期待したいですね。皆さんはシマノという企業をご存知でしたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。また今回も日本の技術に関連する動画を3本ご用意しました。気になる方は説明欄からチェックをお願いいたします。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。